今日は何の日のコーナー。本日2月25日は有感視の日です。あとはね、緊急地震速報の試験運用を開始し始めたのも2月25日らしいです。本日お誕生日の方おられましたらおめでとうございます。ちなみに本日お誕生日の著名人の方には花澤香菜さんがおられるようです。花澤さんのツイート可愛すぎるよね。サッカー選手ではドンナルーマ選手がねお誕生日らしいですね。なんかドンナルーマにめちゃくちゃアプリでセーブされるんだよね。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方おられましたらおやすみなさい。なつしばです。今回もビル2021やっていきたい。トントンどんなる、あー違うな、思います。今回アプリの方メンテ開けるの超絶早かったよね。13時半くらいにはもう開けててびっくりしちゃったんだけど、プレステの方も早く開けるかな、ワクワクなんて思ってたんですけど、通常通りの17時頃だったみたいですね。さて今回もやってきました、アップデの木曜日。私にとってはね、木曜日はなんだか呪われた曜日になりつつあるんですけれども、今日こそはね神引きかましていきたいですね。こちらのバイエルンアイコニックモーメントガチャ、まあ、とはいえ今回のバイエルンアイコニックはね、まずまあマテウス、アロンソ、リザラズ、この3選手来てくれたということで、まあ、マテウスに関しては全く同じマテウス持ってる、アロンソはリバプールの方で獲得してて能力的にもね持ってる方が強いかなと個人的に思う。ほんでリザラズ選手もちろん強いと思うんだけど、ファンの方とかねいらっしゃったら絶対に欲しい選手ではあると思うんですが、私はちょっといいかなって感じで、まあ、何が言いたいかっていうと、超絶欲しいっていう選手はね、言ってしまえば今回いないかなって感じなんだよね。まあ、ただアイコニックモメントガチャ配信なんだけど、毎週木曜日の恒例になってくれてるんで、しっかりとね、今日も引いていきたいと思います。神引きしていこう。毎週木曜日は同時配信なんだけど、まあ、今日はね、ミルダムの方で細々と引いていこうと思ってます。よかったら来てください。でね、毎回言ってると思うんだけど、このレバンドフスキのこの証明写真さ、めちゃめちゃウルバリンに似てると思うんだよね。で、まあ、アイコニックモメントの話がちょっと長引いちゃったんですけど、今回の本題入っていきたいと思います。今週もやってきてくれました、木曜日の FP ガチャ。隠れあたりのね選手が結構登場してくれてる週間 FP ガチャかなって個人的に思ってます。まず狙っていきたいなってのが風間みーろ選手ですね。今作3度目の FP 登場選手ですと、個人的にね今回の風見ろは過去一強いかなって思ってて、レベルサゴチ95まで上がりまして、フライパスヘディングがね90以上まで上がってくれるんですよね。特に今回強化されてるのがボールダッシュなんだよね。こちらの数値カンストしますと、スキルにヘッダーが追加されてるの激アツだよね。最近結構スタメンで使用してるんで、今回当たってくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。ってことで狙っていきたいと思います。勝ちスカの可能性は特大です。カゼミーロ狙っていきましょう。続きまして欲しいのがこの方、アレクサンデル・イサク選手ですね。イサク選手初 FP 登場選手ですと、今週の週間 FP ガチャの中で一番注目度の高い若手選手だと思いますし、まあ、実際にねいろんな人のツイートとかでイサクやばい、マジでやばい、えぐいみたいなの結構見ましたし、まあ、かなりの当たり選手だと思ってます。レベルサゴチ97まで上がりまして、オフェンスセンス、決定力、スピード90後半まで上がってくれますね。身長190センチということで高身長ですし、逆足精度が3ですよと、しかもスキルにスパサブ、そしてワンタッチシュートついてるのがマジで強いなって感じで、激強選手だと思うんで、当たったらめちゃめちゃ嬉しいですと。ガチスカの可能性は特大です。イサク当たってくれたらもう何でもいい。さてさて、あと2選手欲しい選手を見ていきたいと思います。3人目はこの方、ネマンニャ・マティッチ選手。今作2度目の FP 登場選手ですと、個人的にねマティッチ選手の使用感結構好きなんだけど、今作まだ私使ったことがないんで、前作は使ってたんですけどね、狙っていきたいと思います。レベルサゴチ92まで上がりまして、パス能力、フィジコン、ボールダッシュ、アグレッシブネスは90以上まで上がってくれますね。身長もね194センチだし結構高いですよね。スキルもかなり豊富なんで狙っていきたいなと思ってます。マティッチ選手狙っていきましょう。ガチスタの可能性は大です。最後に欲しい選手はこの方、ブレーメル選手ですね。初 FP 登場の若手ディフェンダーの選手でございますと、もともと銀玉の選手で、今回超強化されてね登場してくれました。レバーサゴチ93まで上がりまして、グランダーパス、スピード、スタミナ85前後まで上がってくれますね。スキルにも今回インターセプトが追加されてくれたということで、ここも魅力かなと思います。センターバックに必要な能力平均的に高いんで、当たってくれたら今週お世話になるかなと思います。ガチスカの可能性は特大です。ということでブレーメル選手狙っていきましょう。まあ、今回はねこの
4選手を狙っていきたいと思います。マジで一番欲しいのはイーサク選手ですよね。めちゃめちゃ欲しい。みんなもそうだと思うけど、イーサク選手一本狙いと言ってももうほぼ過言じゃないんかなと思います。一球入魂でね、早速引いていきたいと思います。いきます。1回目、いっせーのです。スピン、さあどうだ。スピンが来てくれたらね、まあ当たり確定なんよ。カゼミロイサクってことで、イチャイア、イタリア結構いるんだよなぁ。わお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 わわわわお、マジかー。マルティネス来てくれましたね、ありがとうございます。いやマルティネス強いんですけどね、なんとも言えんのかな。ありがとうございます。インテルの選手ですね、まあ、23歳若いですし、まあ、ラインブレイカー強いんやけど、にゃんって感じで、マルティネス選手、ありがとうございます。なんともいい。じゃあ2回目ですね、引いていきましょう。マジでスペイン頼む。いっせーので、スパニッシュ。オーラ、オーラ、オーラ、イタリア。スペイン語のこんにちはのオーラを言ってみたけど、マジかー、マジで。ちょっと待って、こう。あえぇ、ー、おい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 。おおおおい、マジか。マルティネス来すぎや。ありがとうございます。さあラストでございますよ。今のところスーマルティネスですね。ラスト誰が来てくれるのか。391コイン分の100円を、何を言いたいのかわからないんですけど、かけてスペイン狙っていきたいと思います。イタリアだけは来るな。せーの、スパネス。ブエノスティアス、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 マジか。チュラ、私めちゃめちゃチュラい。マテチー、ありがとうございます。よりによって、よりによって、なんでさ、ガチスカの可能性、特大じゃなくて大の選手だけが来てくれるんだ。もうマジさ、ちょっと微妙いな。微妙くないんやけど、微妙いな。ありがとうございます。まあまあ、ラウタロ・マルティネス選手、ラウタロ・マルティネス選手からのマティッチでしたね。いやー、なんとは言えん引きしたな。これ、スペイン来たら当たり確定だったから、ちょっと厳しいですね。イタリア、イタリア、イングランドってことで。さぞね、今日のバイエルンアイコニックモメントガチャでは亀引きできるんでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。夏島でした。よろしければ高評価ボタンヌ、チャンネル登録ヌ、コメントヌ、よろしくお願いいたします。それではまたね、また夜に会いましょう。バイバイ。最後の最後まで見てくださってありがとうございます。今回は100の質問やっていきたいと思います。今回は自分を色に例えるとってことで、これさ逆にみんなに聞きたいんだけど、私って何色のイメージなんやろ。ちょっと難しいよね、自分で自分に色つけるって。まあ強いて言うなら、オレンジとかかな。みかんめっちゃ好きだから、ちょっと難しいですねこの質問。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまたね、バイバイ。